こんばんは、川野まりなです。今日も始まりました、川野まりなの弾き語り、ネクストバッターズサークル。コメントがいっぱい。あ、野球見ながらでサーセンという贅沢な方が。今夜のテーマはフェスティバルです。フェスティバルということで、最近でんでんハロウィンというフェスティバルイベントに出演しました。10月30日の日曜日に横浜の開港記念会館で歌わせていただきました。あ、行ったよっていうコメントがありがとうございます。わあ、そう、ハロウィンのイベントで実はいろんな挑戦をしまして、あと仮装とかもしたので、そうなんですよ、すごい楽しかったです。ハロウィンのイベントでは初めてのピアノ弾き語りも披露しまして、夏目友人帳詩のエンディングテーマで、私のセカンドシングルの写真宝物を弾き語りしたりしました。めっちゃ盛り上がってる、すごい楽しかったんですよ。衣装もあばら骨を全開で、そうなんです、骨見えてるんですよ。これは1曲目の多分その声を覚えてるを歌ってる時の、すごい気持ちを込めて歌った時の様子だと思います。レントゲン。いい表情、ありがとうございます。わーい。そう、これが弾き語り。あ、そっか、これってやっても私今映ってないんだ、露出しすぎて骨が。そうなんです、これで弾き語りを披露しました。初のセットリストも仮装しようということで初の挑戦をしました。はい。で、来てくれたという方とか、なんかその時初めて私を知ったという方とかもいるのかな、どうなんだろう。あ、初めて見たけどというお褒めの言葉がある、ありがとうございます、嬉しい。あ、すごい、これなかった。はい、ありがとうございます。じゃあ今日のニコ生を、で今日のニコ生で初めて私を見てくれてるという方、挙手。ニコ生特有のカタカナのので、お願いします。あ、そうです、 A チャンネルのオープニングの人です。A チャンネルのオープニングの人です。あ、すごい、ありがとうございます。お初の方がいっぱい。ショーケースの時に初めて見たの方も、あ、への、あ、いっぱいのカタカナが、すごい、ありがとうございます。毎回見てるという方もありがとうございます、嬉しい。そうで、フェスティバルつながりで、実は昨日私また初めてのことをやりまして、それが東京ドームに行ってエキサイトシートデビューを昨日飾りました。で、侍ジャパンとオランダ戦を見ました。あの、さよなら勝ちしたやつです。 10回まで延長戦で行われて、それの裏でタイブレイクで、日本が勝ちました。もうマジで近くて本当に鼻血が出そうでした。なんか4時間ぐらい試合があったんですけど、延長だったので、もうはしゃぎ疲れて、最中は気づかないんですけど、終わった後もうヘロヘロでヨレヨレで帰りました。怖くないの、怖かったです。すごい死にそうなファールとかもいっぱい飛んできました。で、隣の方とかが、鈴木誠也選手がこうキャッチボールしてるのをこうポンって投げ込んでくれて、それをキャッチしてたりとか、すごい、あ、興奮しすぎ、興奮してます、本当に。あ、そう、これです、これこれ、これがエキサイトシートです。本当に楽しかった、天国かと思った。あ、あ、これそうなんですよ、隣にあのモノマネ芸人の 坂友さんっていう、多分ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、坂友さんいらっしゃって、なんか一緒にウェイとか言って盛り上がって、そう、ちゃんとユニフォームも侍ジャパンじゃなくて
人弁が一緒だから2世って書いてあって2世ジャパンみたいな。で背中にも坂友6って書いてあったんですよ。生で見たらもう激似でした本当に。横から見てもすごい、え坂本選手かなって思うぐらい。で坂友さんがいらっしゃってから6点取って逆転したっていう、本当やっぱ持ってるなっていう感じでした。はあ、興奮すぎました。よし、で今日は実はゲストに来ていただいているので、先に、あれ違う、ゲストに来ていただいているので早速呼び込みたいと思います。お待ちかねの坂友さんじゃないです坂友さん来ないですね。いつかお呼びしたいですけどではお呼びしたいと思います。はい、では同じディアステージ所属の星崎香菜さん、そして藤代理恵さんです。わー、イエーイ。どうもー、どうもー、お邪魔します。すごいすごい、コメンツがコメンツがすごい、お願いします。すごい、見えない、すごい、嬉しい、嬉しい、すごい、ありがとうございます。かわいいお二人をお招きしてそう、お二人とは6月のショーケースで共演させてもらって、はい、そうなんです。それぶりの貴重な遊びに来てくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい。そう、かなちゃんとは実は今度舞台でも共演するっていう、舞台で一緒に共演するということで、やばい、なんか私初舞台なんでそうですよね。すごい練習、お稽古に行った時も、うんうんうん、すごい私が一人でドキドキしてたらかなちゃん話しかけてくれてあ、私もなんかマリナさん来て、うん、あ、マリナさんだと思ってどうしよう話しかけようかな、でもあ、どうしようってずっと迷ってて嬉しい、でも話しかけられたんでよかったと思って、めっちゃ嬉しかったです本当に。緊張して稽古に行く、うん、行くまでめちゃくちゃ初めてだから緊張して、だから稽古場に着いてからドアの前でドアノブ持ってこう1分ぐらいちょっと外しないとどうやって入ろうと思って悩んだんですけど、かなちゃんのおかげでもう大丈夫です。楽しい、ですか、楽しいですね稽古。いやでも本当になんかマイナさん初って言ってるんですけど、うんうん、稽古の時に全然初と思えないぐらい堂々としててすごいんですよ。なんか役柄もなんかクールな感じなんですよね、ちょっとクールがクールで、なんか見た時にあ、マリナさんこういう感じの性格の人なのかな本当にすごいもう役になりきっててすごいと思って、そんなちょっと話しかけるのちょっと怖いなと思ってて、でも話しかけたらなんか優しい感じで、いや本当に役になりきってるんだなと思って、これは楽しみですね。すごいです、皆さんぜひ見に来てください。もかなちゃんの役もすごいユーモラスなすごい面白い。そうなんですよ、ちょっとねルー大柴さんみたいな感じで、ちょっとお笑いみたいな感じで、それもすごいもう演技力がやばい。いやいやいや、もう本当に本当に真似しようって思ってるんで、もうそんな本当にもうすごいやばいんで楽しみに。あ、かなさんの初舞台もとても良かったって。いや、まあ、ありがとうございます。すごい、まあ、嬉しい。リエさんは舞台やったりしないんですかっていうコメントが私はちょっと恐れ多いリエさんまだできるよ。いやいやいや、早そう、めちゃくちゃ早い、うん、ちょっとクールな感じできそう。そうですか。いや、見るのはすごい好きですけど、うん、まだまだちょっと恐れ多いですね。いやいや、頑張ります、頑張ります。いやいや、頑張ります。その時はかなちゃんが話しかけてくれるんで安心と信頼の迷ってたら嫌なんですどうしよう、リエちゃんが話しかけて嫌なんです、話しかけてほしいちょっと大丈夫です、仲良しです、仲良しだからねそこで、それで、はいはいはい、しかも今日明日見に来てもらった上に、なんと12月2日に私ワンマンライブを渋谷グラッドさんでやるんですけど、そこにもなんと2人が遊びに来てくれることが決まりまして、ありがとうございます。そう、大ニュース、大ニュース発表してましたね。もう私、マリナさんのワンマンに見に行こうとしてたんで、まさか、まさか自分が出るとは思わなくてもちょっとびっくりポカーンとしてましたもんね、話聞いてみたいなスケジュール空いてたって、よかった空けてたのに 見に行こうと思って、この日は見に行こうってはい、おめでとう、行きますって、ありがとうございます。チケット発売中なんで、ここ出てる、出てる、かっこいい、上にも、上にも上にも、すごい
ワンクリックで開くんで。すごい、すごい、かっこいい。違うタブで開いてください。クリック、すごい。そう、ほんとなんか初挑戦をいっぱい、なんかゲストをお招きするのも初だし、そうだから、そんな、そうだし、なんか自分の中でも初挑戦を結構ぶっ込みたいと思ってるんで、わー、素晴らしい、すごい。タイトルも僕らのバッターボックスなんで、みんなのバッターボックスなんで、ぜひ、バイト休んで行きます。すごい、大丈夫かな、給料出そうかな。給料出すんで。行きたい、来てほしい、来てください。平日だけど遅い時間からなんで、みんな待ってるんで、ぜひぜひ頑張ります。頑張ります。来てください、来てください。うわーい。受験生さん、受験生さん、抜選かな。仕事休みますね。ありがとうございます。偉い、偉い、ありがとうございます。では、そのライブに来てもらうということで、はい、なんか今回もなんか歌をコラボしようっていうことで、今日も実は準備してきまして、はい、それを早速お届けしようかなと思います。はい、イエーイ、コラボ、ありがたい。私のグダグダ進行にもすごい燃やしてくれる。もうありがたい。いつも出てほしい、本当に。出たいです。本当に、そう、それは嬉しい。全部がもう初めてのことですもんね。あ、そっか、ゲスト自体も初めてですし、そうですね、マリナさんとコラボできると思ってないですもんね。そんな、本当にマリナさん憧れの人だから、もう、みたいな、コラボ、しかもライブにも、みたいな。こう言わせると一個言わせて、マリナさんに憧れて私たちギター始めたんですよ。そうなんですよ、嬉しい。ちょっと、そうそうそう、私はアコースティックギターをちょっと始めてて、私ちゃんがエレキやってます今。すごい、かっこいい。すごい、褒められすぎて。今日命日かもしれない。命日。やめて、やめて、命日。嬉しい。いつかコラボしたい。コラボしたい。コラボしたいです。また、なんかギターを3人でやってるから、面白い。みんななんかさっき話してたバンドをみんなそれぞれやってたっていう。そうなんです。そうなんです。高校時代に、学生時代やってましたね。はい、で、共通点、でもボーカルだけだったんで。そうなんですよ、ギターをやんなくて。ボーカルさんのギターをやりました。じゃあギターとベースとドラム募集するんで。あ、募集しますか。募集しちゃいますか。募集します。すごい、すごい人数集まっちゃうんじゃないですか。3人でロケやっててめっちゃ楽しそう。やりたい、やりたい。なんかやりたい。そう、じゃあちょっとなんかやりたいことある。すいません、お願いします。お願いします。嬉しい。あ、ギターベース募集か。ちょっと力足らずかな、私は。全然そんなことない。ロック最高、最高、すごい。へえ、あ、ベースドラムすごい、すごい、すごい。ぜひあの参加していただきたい。ぜひぜひ。あ、重ねてやります。お、募集貴重。あ、リエカナちゃんのファンが。ハープ、ハープ、こういう、すごい、こういうやつ、すごい、なんかオーケストラできますよ。やばい、すごい。みんなでできちゃう。充実してる。すごい、すごい。人が見てるんですね。なんか無言の顔持ち、すごい面白かった。流れていった笑顔で。すごい、すごい、みんな、みんな言ってくれてる。リコーダー戦も、リコーダーいいですよ。いいね、すごいですね。ピアノ、バンドやりたい。わー、かっこいい。私、なんか地味にドラム今練習してるんで。え、嘘。本当ですか。そうなんですよ、実は。だってキーボードも弾けるのにギターも弾けて、ドラムもできて、ドラムできないんですけど、やばい、できないからやろうかなと思って。すごい。ピローズさんの、なんかピローズさんっていうかっこいいバンドの、あの、ファニーバニーをとりあえず、最初はファニーバニーから入ろうと思って。わー、すごい。やりたい。私頑張ろう、ちょっとギター、とりあえずギター頑張ります。ギター頑張んなきゃですね。すぐ抜けると思う、私。絶対もすごい、ブル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 って絶対なってるから。やばいやばいやばい。こんなことないの。イントロとかもすごい弾いて。ギタリストになっちゃう。次、ギタリストになった時はもうマジ、私はもう何もすることがないみたいな。
感じかもしれない、いやちょっとバンド組むの目指して頑張りますよ、ね、すごい、うんうん、あのわかめちゃんが流れていった今顔が可愛かった沢尾の白黒ギター欲しい、うん、私も欲しいマリナーズバンドがはかどりそう、え、メタル好きなの、メタル好きです、おーブルブルとかやっちゃうかも、すごいかっこいい、ギタリストリエ誕生か誕生しちゃうのかバックタやばい頑張ろう、じゃあ、え、ギターはもう購入したの、こあ中学の時に買って、初心者セットなんで、でもすごいサビサビなんですね、落書きとかしてるんですけどマジックペンでポケモンシールとか貼っちゃってシール貼っちゃったなるほどね、私もこの前の台のギターが初心者セットのやつで、はい、一緒そう、なんかもうすごいもう錆びすぎて自分が酷使すぎたせいで、パツン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 って、そうなんですね、頑張ろう、アコギだもんね、かなちゃん、そうなんです、私もが、うんうん、アコギ最近買って、うんうん、頑張ってます、いいですね、チョゲもいいな、頑張ろう、あ、そう、ギータローっていう名前で、その前の初心者ギターのピンクい子が、そうなんですね、そうなんですよ、なるほど、今は銀太、銀次郎、あ、銀次郎、次男だから、もう違う、惜しい、惜しい、ノーノーノー、銀ちゃん、銀ちゃんって呼べばもう何でも教えてくれる、わー、かわいい、銀ちゃん、すごい、銀次郎元気かな、元気ですよ、銀ちゃんファイト、おー、誰、銀ちゃんファイトって言ってるの、カツオ、あ、リエカナのギター聞きたいです、わ、期待されてる、頑張らなきゃ、ちょっと頑張りますよ、頑張ります、うんうん、そう、愛着湧いた、そう、スミタニで覚えれば完璧だね、分かってるわ、マリナーズは、スミタニ銀次郎選手っていういい選手がいるんですよ、銀次もね、いらっしゃる、優秀だコメントが嬉しい、え、ショーケースの時めっちゃかっこよかった、マリナさん、そう、なんかあの背番号009っていう野球の曲があって、うんうんうん、曲あれで思いっきりバーンってフルスイングした振り付けを、振り付けというかアクションをしたら、もうここについてるあのブレスレットがポーン飛んでいって、飛んでっちゃったんですか、すごい、めっちゃ爆笑してはちょっとポーみたいな、きたー、すごいサプライズ、本当飛んできたみたいな、嬉しい、あ、嬉しい、すごい、すごい、本当に盛り上がり最強曲、原口さん、どういう、あ、なるほど、ショーケースよかったよ、マリナーズ面白すぎて押せたって嬉しい、すごい、マリナーズ含めて褒められるの嬉しい、すごいですね、素敵、素敵、嬉しい、009めちゃくちゃ好きです、わー、うん、え、もうほんと来てほしい、ライブ、はい、来てほしいです、来てください、皆さんぜひ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 、うん、ショーケースで初めて見たけど楽しかった、わー、すごい、うん、007もかっこいい、確かにコピーしてくれてる、でもぜひまた一緒に歌いたい人はもうみんなバッターボックスに12月2日に集まるしかない、うん、ですね、皆さん見てる人はぜひ絶対来てくださいよみんな見てる人みんな来ましょう、もうね、うん、みんな来てください、ぎゅうぎゅうにしましょう、絶対楽しい、絶対楽しい、酸素はちゃんと供給するから大丈夫、いっぱいいたい酸素の問題お子さんも、お子さんも大丈夫です、うん、大丈夫にします、確保してくれてる、あ、嬉しい、嬉しい、延長、延長、うん、だってリエカナちゃんの生歌も超絶楽しみ、うん、あ、忘れてた、確かに初めてかもしれない、なんかこういう、なんか皆さんになんか、うん、そういう公の場で歌うっていうのがあんまりなくて、うん、そうですよね、すごい初めてですね、あ、緊張する、絶対楽しい、マリナバリ優しいんで、嬉しい、アスリートなんで皆さん、お手柔らかに、お手柔らかにお願いしますよみんなめっちゃ優しい、ほんと、わー嬉しい、あ、ハモが早く歌ってという、あ、最速がこっそりシフト消しとくね、ないですね、大丈夫かな、店長さんとかに怒られないかな、やばいやばい、テスト受けようかな、テスト受けてくださいあ勉強そっか、テストかそうだよね、確かに、そう、マリナーズ半分は優しさできて、素敵、
あすごい。すごいすごい。すごい。うん、ニコ生も初めてだからな、こういうのも。あ、本当に初めてです。こんな風にコメント流れるって。すごい楽しい。すごい、なんか新鮮だよね、なんか。これリアルタイムなんですもんね。今、チャチャチャって言って出てるんですもんね。楽しい。なんか問いかけたら、なんか答え返ってくる。あ、そうだ、確かに。じゃあ、なんだろう。好きな色なんですか？めっちゃピュアな質問。好きな色書いてください。そう。あ、答えちゃった。球団ファンなく。12球団好きです。すごいすごい。青、すごいすごい。オレンジ、紫、ピンク、ドドメ色、ドドメ色、ドドメ色、水色。あ、リエって書いてる、リエって書いてる。赤なのターコイズ。色も変えられるんだ。すごい。青です、青ですが赤で来た。難しい。バスケで好き。ピンク、あ、すごいカラフル。銀色、あ、群青、かっこいい。球団色だから、マリナ色になりたい。え、すごい。どうしよう、ドキッとする。どうしよう、ドキッとしちゃう。わ、すごい、すごい。え、茶色、こんな風に来るんだ。松崎しげる、ありがとうございます。すごい、感動。すごい、こんな感じか。おしゃれ、すごいな。男は黒に染まれ。彼女なんかありますか？え、じゃあ、私のイメージカラーって何ですか？うん、お、聞きたい。お、かなちゃんのイメージカラー、なんだろう。え、モーニングアーチ色。お、お、なんかかっこいい。え、なにこれ、すごい。リエブラック、リエブラック、かっこいい、かっこいい、ゴロイ、かっこいい、技です。オレンジ、ピンク、あ、紫、かなって感じ。オレンジ、ピンク、おお、すごいすごいすごい、いっぱい黄色かな、おお、オレンジ。あ、でも確かに黄色、オレンジ、わ、うれしい。私も、え、嬉しい。ピンク、おお、アイカチスターズちゃんの時はイメージカラーとかは、私青ですね。青と私はオレンジ。あ、それでかな。おかんの色。ありがとうございます。すごい面白い。確かに、なぜ色、確かに色トーク、色トーク、確かに確かに確かに。すごい、こんな風にやり取りできるんだ。すごい、ニコ生楽しい。普通に感動してますね。純粋に嬉しい、ありがとうございます。ニコ生ってすごいな。すごい、繋がれている。あ、リエちゃんハロウィンコスかわいかった。ありがとうございます。すごい、すごい。ハロウィンやりました？あ、確かに来たいです。なんか仮装しました？仮装はもうハロウィンライブに全部を注いで、あばら、あばら出して、かっこいい、かわいい仮装。でもチェキのためとかにもいっぱいいろいろ来た気がする。なるほど、いろいろ来た。全部見たかった。なんかハロウィン、私あの雲のモチーフにして、雲の巣のチョーカーつけて、なんかこう手をつけて、ウィッグかぶったりとかしてみました。めっちゃ似合いそう。なんか一瞬髪切ったのかなと思ったけど、そう、みんなすごいびっくりしてて、すごい自然だったから。髪切っちゃったんだ、リエみたいな。あれみたいな、切った切ったってびっくりしてましたね。ツイッターとかに上がってるのかな、その写真。ツイッター上げました。上げてるね。なんか見たかも。見てください。絶対。かなちゃんも可愛かった。私もなんかコスプレみたいなしたんですけど、かなちゃんなんだ、なんか魔女みたいな。あ、そうだ、なんか猫、猫っぽい魔女みたいなのやりました。猫と魔女が混ざってるような。可愛かった、あれも。え、それもさ、ツイッターのさ、あの、あ、ね、猫ちゃんだもんね。やってます。皆さん見てください、ぜひ。名前が分からないけど、あの部分。ヘッダーかな、ヘッダー、ヘッダーが痛かった。すごい。あ、早く生歌おうっていうあれがすごいいただいてるので、じゃあこういうこのタイミングでいきますか。いきますか。ではじゃあまずはかなちゃんとコラボを歌ってコラボしたいと思います。はい。ギターが自己責任だけでは済まない状況に。よし、 OK です。ではじゃあ曲振りを、青い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 曲振りをじゃあかなちゃんにお願いしようかな。はい、ではいきます。スライドデイズ、いきます。君は聞こえる僕の
あの日くれた言葉が今でもこの胸に確かに届いてるなら、昨日よりも今日僕は僕の生まれてきたわけに気づいてゆく。答えはそういつもここにある。なんかオーディションの時にいつもこの曲を歌ってなんかオーディションでやってたので、もうすごい、そうなんです、すごい大好きな曲で、しかも歌詞が目黒区さんが書いててすごいいい歌詞なんで、もうそこでもうあーと思ってこの曲一緒に歌いたいなと思って。めぐさんの歌詞めっちゃ素敵。いいですよね。本当にすごく、なんだろう、心にくるというか哲学的ですごい好きです。なんか私の歌わせていただいたスノードロップっていう、あの曲があって、はるなるなちゃんとコラボというか一緒に歌わせてもらって、でアルバム、自分のアルバムに自分バージョンが入ってるやつなんですけど、それも作詞がめぐさんで、やばい、めっちゃいい歌詞、素敵な歌詞で、いいですよね。オーディションで歌った曲ってめっちゃ、そうなんですよね、もう何回も歌っててすごい思い入れがあって、めっちゃわかるですよ、ね、カラオケとかでもなんかこう大事すぎて歌いたいけど気軽に歌えないけど歌いたいけどみたいになっちゃう。いやなるなる、いい曲、めっちゃ素敵でした。楽しい、やっぱ一人で歌うのも楽しいけど、ね、みんなで歌うのもめっちゃ楽しい。あとタンバリンが上手すぎるみたいな。タンバリン、あと初めてやったんですよ。でもええすごい、そうなの。だってなんかリハの時とかは普通にこう叩いてくれてたのに、もうさっき B メロがシクシクシクちょっとプロっぽくなった。すごいすごい、タンバリエって書いてある。タンバリエ、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 採用採用、すごい、採用しない、藤代タンバリエ、すごい、天才の、やばい、すごい、さすが、マリナの皆さん、さすが、恥ずかしいよ、よかった、素質が見出せました。タンバリエ、まず見れよって書いて、恥ずかしい、タンバリエ、すごい、ありそう、すごい、マリナの皆さん、すごい、さすがすぎる、どうですか、名前、ちょっと、解明、どうですか、誰ですか、タンバリエ、タンバリエ、終わり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 で、タイム、タイム、誰
ありあり。もうリしか残ってない。終わり。終わり。終わり。すごい。頑張り終わり。あ、じゃあもう。はい。終わりですね。終わりですね。12月とかを持ってきてもらうしかない。そうです。タンバリエ。タンバリエの登場。やばい。ありだ。ありありって言ってるよ、ほら。面白い。もう笑っちゃう。照れちゃってもうダメ。いやうまいな、うまいな。楽しかったです。楽しかったです。まとめ方が無理やりまとめ。すごい、本当楽しかった。いやいい、コラボいいですね。なんかまたコラボできたら嬉しいです。いっぱいコラボしたい。ギターをねやってもできるし、頑張りましょう。頑張ります。楽しい、楽しい。ああいいですね。タンバリエちゃん。タンバはもういい。次はタンバリエちゃんかな。一週間ぐらい多分タンバリエ。やだやだやだ。最高でしたって。最高。わあ。本当最高でした。二人。嬉しい。かなちゃんの歌声が。すごい空色デイズ。すごい似合う。かっこいい。なんかこう優しいイメージだったけど、こういうかっこいいロックな曲も、なんと歌う曲はなんか優しい曲とロックな曲とどっちが、はい、あ、なんか私結構昔がバラードが多かったんですけど、うん、今なんか軽音部入ってからロックにちょっとハマって、でロックも歌うようになって、なんかバラードもロックもなんかどっちも好きで、なんか今選べないみたいな状態ですね。なんかどっちも好きです。ああ分かる。選べない。どっちも良さがありますよね。なんかもう話し出したらもう3日ぐらいかかるやつ。もうずっと枠超えちゃう。枠超えちゃう。やばいやばいやばい。ロック好きなのか。ぜひザ・ピローズも隅から隅まで聞いていただいて、好きすぎても共有したい。聞きましょう、聞きましょう。いや幅広いよねってかなちゃん。あ、そうなんですよ。なんかもうどっちも好きですね。もっと聞きたい。でもかなちゃんのロックな曲、本当ですか。聞きたい。頑張ろう。ちょっと練習して頑張ります。頑張り。静かに静かにハサミハサミ。実はストレンジカメレオン、私前のいつかの回でやったんですよ、カバーで。そう、もうピローズさんのやつ何個かこの NBC でカバーさせてもらって、そう、素敵。そうなんですよ。好きすぎてもう毎日毎日ピローズさん聴いてるぐらいの感じで。そうなんですね。わ、いいな。またライブ行くっていう。楽器ができたらそういう風にできるんですね。確かに。コピーとかそういうのできるんですね。そうだ。でも全然かっこいいもん。もう多分こんなことないと思うんですけど、沢尾さんがもし、もし何かが起きて万が一見ていただくようなことがあったら、もう弾くぐらい再現度低いので、愛だけが伝わればいいなと。いやいや、そんなことないですよ。愛だけ伝わりますよ。そんなことないですよ。だってマリナさんだってこのなんかソライルデイズとかも結構急っていうか短期間でなんか練習してたのに、もうすぐすぐ弾けてて、もう完璧で必死で練習しました。本当にびっくりです。本当普通はできないですよ、ギター。本当に難しいですから。必死で。いやすごい嬉しい。褒められたら伸びるタイプなんで、今日いっぱい伸びてる。いっぱい伸びてると思う。いいですね、いいですね。いいですね。マリナさん目指して。ね、マリナさん目標に。頑張らなきゃ。気になる、リエちゃんのローラの声大好きっていうコメントが。嬉しい。すごいな。ローラちゃんの声。メタルも聞きたいって。メタルは結構かかるな、時間。結構かかる。2年ぐらいかかりそう。大変。ギターね、ギター難しくて、私ももう諦めそうになったことが500回ぐらいある。500回結構ありますよ。ギター難しいですよね。弾き始めてもちょっとこう抑えられないと、あ、もう一旦置いたそう、明日やろう、分かる。そうですよ、そう。なんか一線を超えればきっとあれなんですよね。なんか弦を抑えてて痛くならない時期みたいなのがあるって書いてあって、多分それすればやっぱマリナさん、どんな感じですか。全然強くない。指が違う。やばい、全然強くない。指が違う。一日痛んでいる。すごい、これだね。本当に弾いてる人の指ですね。そんなもうこれですよ。硬い。わ
わかる、私も。本当だ。もうちょっと顔向けちゃってプニプニになっちゃった、いや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 、素晴らしい。マリナさんって毎日ギター触ってますか、やっぱり。結構そう、気が向いたらちゃんと触るように、うん、意識的に。すごい、なんかじゃないと逃げちゃうから、うん、あ、ですよね、やっぱギター難しいですね。難しい、ほんとすぐ心が折れそうになる、うん、憧れだけが。それを教訓にして頑張ります、うん、あ、確かに右手関係ないよね、さっき触ってた。あ、そう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 、受ける。リエタム、リエタム、受ける、私が触ったの。受ける、受ける。そう、ピアノ、ピアノの方が得意ですね。ピアノは3歳からやってました。確かに。わー、3歳からやってたんですね。ピアノ大好きで、本当に。すごい。ほっといたら多分もう7時間ぐらいずっと弾いてるぐらい本当に好きで。すごい。そうなんですよ。7時間らないと。すごいですね。もうマリナさんもうマルチですね。何でもできちゃう。そんな憧れが多くて、なんか追いまくってるだけで。でも頑張んないと。マリナさん目指してね、それじゃ頑張りましょう。目指されるなんて。そろそろ、うん、確かに。お、待っちゃいますか。待望の、待望の、待望の、リエタム、待望のタンブリエなんないですよ、歌いちょっと無理。言われてる、言われてる。今日初めてですから、本当に。やったの、さすがに歌いながら無理です。お、楽しみ。歌いながらできたらもう、それはもう完全にタンバリエですよ、ね、それはもう確かに解明しなきゃもう。ダメね。よし、よし、いきますか。いきますか。これは、はい、青いか、はい、青いか、あ、青いか。はい、準備 OK でーす。いいスイッチが入ったので、うん、はい、これは難しいんだな、また。あれ、曲名って説明してましたっけ。曲名は、じゃあ、リエちゃんから。はい、じゃあ私はスキャンダルさんの瞬間センチメンタルをマリナさんと歌わせていただきます。よっしゃー、バンド曲。行くで。はい。Okay.
か2人の声合いますね。でもりえちゃんこの曲めっちゃすごい輝いている。本当ですか？すごい綺麗だった。本当に嬉しい。かっこいい。2人の声めちゃくちゃ合ってた。スイッチが、スイッチが魔法のスイッチがちょっと安心しちゃうね。かなちゃんスイッチ、かなちゃんスイッチがやばい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 。確かにエコー切らないの優しい。すごいガールズロック合いまくりですねって。ガールズロック最高。すごい楽しい。本当にこの曲は何か選曲理由は？この曲は私があの学生時代にバンドを組んでたんですけど、うん、私が男の子だったんですね。なのですごいガールズバンドにすごいずっと憧れてて、だけど女の子のメンバーが一人も見つからないんですよね。だから曲だけでもガールズバンドに浸れるようにと歌ってました。すごい。なるほど。かっこよさそう。今マリナさんと歌えてなんかちょっと夢叶いました。そんな嬉しい。本当に、そんな嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいかっこいい。本当かっこいい。ガールズバンドをやりたい。ガールズバンド本当やりたい。やりたいですね。本気でやりましょう。やりたい。本当やりたい。なんか私どうしようかな。おでおこうパート分けをして。なるほど。どうしましょ う, どうしようか。みんな歌えるってめっちゃ面白くない？なんか確かに。ギターとベースと順番にこう歌うみたいな。どこ歌えばみたいな。あでも全員歌えるバンドっていいかもしれないですね。かっこいい。あ、うんうんうん、いないですよね。確かに面白いかも。なんかベースの子と、うん、あのギターの方とが歌うとかは結構あるけど、ドラムの方が歌うっていうのは確かにあんまり少ない。珍しいですね。マリナさんドラムで歌ったとして後ろはちょっと違いますよね。じゃあ前に見てもらわないと。絶対マリナさん前。ドラム前。ドラムセンター。やばい配置に。違う。ステージ的に配置がおかしいでしょ。確かに。でも面白いかも。やりたいな。タンバリンは絶対タンバリン担当。タンバリン染みついちゃって。絶対やだな。イメージがついちゃって。やだやだやだ。やばいやばいやばい。ロマンティックが止まらなそう。懐かしい。確かに。ピンクにするか髪。カホン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 って何だっけ？いけるかもしれない。あの座って。ああ穴開いてる木の箱みたいなやつ。なるほど。リズム感かな。リズム、そっか。リズム感がすごい。リズムをちょっと鍛えます。じゃあ、うん、じゃあ私はベースにしよっかな。あ、ベースに。ドラムが合いそうだから。ベース、かなちゃん。ギターとか。みんなで歌いましょう。みんなで楽器やりながら。ギターだ、ギターだ。楽しそう。やりたいバンド。エアバンドやる。エアバンド。エアバンド。こんなに実力があるのに。確かにマリナさんもったいな。こんな素晴らしいのに。ちょっとしかもマルチなのにもったいなすぎる。あえてのエアってでもちょっと熱いかもしれない。熱いかもしれない。違うんだってなるよね。熱くしないんだってやばい。面白い。面白そう。いや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 。ゴールデンバリアボンバすごい面白い。面白い。いちこの曲の歌詞が流れてきた。マリアさんをエアにする。すごい。やばい。でもすごい。リエカナちゃんのファンの方のコメントもかなり激アツですね。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いな。いや面白い。いやいやいや、なんかすごい仲良くなってほしいですね、うん、マリナーズとリエカナちゃんファンと。すごいすごい。なんかすごいすごい勢力、勢力ゾーって広がっていったらすごい楽しそう。でもマリナーズの皆さん優しいから嬉しいですね。我が球団が誇るマリナーズ。仲良くしましょうって言ってくれてる。ぜひお願いします。お願いします。野球チームが組めるって。急にバンド組めるじゃん。増やしていこう。もうチームメイトだ。嬉しい。チームメイト。嬉しい。嬉しい。握手。すごい優しいよ。優しい。嬉しい。嬉しい。ちょいちょいリエちゃんのなんかあのフルネームが
流れていくのがすごい面白い。リエ藤代って流れていくのすごい始まった当初からすごい気づかなかった。気づかなかった。面白い。やばい面白い。あ、本当だ。ねえ、出た出た出た。言うとすぐ書く。言うとすぐ書く。いいな、いいな。やば、欲しいよね、私たちも。欲しいね、欲しがる。そういうの。おお、なんか出てきた。すごい、すごい出てきた。読まないよ。いいな、いいな。3番、リエ藤代。クリーンアップじゃないですか。すごい。あ、来た。かな星崎来た。あ、本当だ。あ、来た。嬉しい。やった。あ、面白い。住谷もいるよね。銀ちゃんもぜひお願いします。ぜひお願いします。銀ちゃん。あ、楽しい。ということで、じゃあ次の曲にも。そうですね。そうですね。行っちゃいましょうかね。はい。そうですね。もうだってもう進行さ、かなちゃんがもうやってくれるという心強さ。なんかすごい珍しいな。私なんかそういう進行役じゃないんで本当に。やばいやばい。やったー。新しい才能が二人とも開花してる。おお。よかった。やったぜ。私も開花しよう。はい、じゃあかなちゃんスイッチ入りましょうかね。すごい。そろそろね。自ら。よし。じゃあ次で。はい。早いもので、あ、そっか、最後、わあ、最終回です。最終回、9回裏ですわ。なった。いやでもここまでいいボール投げてきましたね。結構肩がいい感じ、ちょっといい感じで終わりたい。マリナちゃんチューニング、あ、ありがたい。そう、私本当にねチューニングにね、チューニングタイム、チューニングタイム。延長戦行こうって言ってる。延長戦。昨日の試合や、それは。昨日マジで楽しかったんですよ。ホームラン頼むって書いてある。大谷パイセンがホームランを打ちまして、昨日。あ、そうなんですね。そこから逆転が始まったんですよ。いやー、じゃあ私たちもちょっとホームラン打ちたいですね、ちょっとね。打たなくては。打たなくては。12月2日につなぐホームランを。ですね。よし。やったるで。え、今日もタイブレイクになってるよという。やばい、緊張しなきゃ。興奮してきちゃう、興奮してきちゃう。緊張しなきゃ。お姉さんが。よし。じゃあ次の曲は最後なので3人で歌いたいと思います。イエイ。次の曲は、というか最後の曲は、じゃあ私が曲振りをします。はい。じゃあ聴いてください、ピッチさんの空も飛べるはず。ワン、ツー、スリー。Okay.
ちゃんが来てくれて、最強の打順を組んで最強のチームメイトと一緒にライブを試合をしますので、ぜひみんなすぐにここをクリックして遊びに来てください。ぜひ最高の12月にしましょう。今日は本当に2人ともありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。スケッチと外国人にもありがとうございます。なんかお二人の告知はお知らせなどなどなど。お知らせ。あ、かなちゃん舞台。あ、そうだ。そうですね。一緒の舞台が。せやせや。ガールズトレックっていう舞台が、うん、マリナさんと一緒に出るので。やばい。楽しみ。楽しみですね。ぜひぜひ皆さんに。絶賛稽古中で。あ、書いてある。出てる。出てる。うわ、嬉しい。ありがとうございます。かっこいい。すごいドキドキ。本当初めてだし、かなちゃんもあんなにすごいのに2回目。いやいや、でも2回目なので、でもマリナさん初めてにして本当にすごい上手いので、皆さん本当にマリナさんの皆さん絶対来てください。お願いします。本当に来てくださいね。ぜひぜひぜひお願いします。じゃあもう本当に最後に改めて12月2日の3人で繰り広げる最高の試合、みんなと一緒に最高の試合にしたいと思うので、はい、ぜひ来てください。来てください。今日は本当に